はい、若干の休憩を挟みましてですね、また行く感じなんですが、あともうすぐ着く感じですね。さあ、感動の納車の瞬間が訪れるわけなんですけど、もうね、結構きついんで、萌えな買おうと思ったらこれしかなくてですね、レッドブル。ちょっとね、最近カフェインに頼りすぎなのか、なんかこうカフェイン飲むとですね、心臓が変な動きをするんですよね。でもしょうがない。ちょっと今は頼らないと起きてられない。まあだいぶね、なんだろう、このね、ここに来る、納車に来る前後で、前後って前後はないか、前でね、ちょっと遊びすぎなんですよね、私ね。さあ、お酒飲んだりとかね、まあ、次からちょっと気をつけようかなと思ってますけども。もうちょいです。はい、西宮で降りて、下道を行けと言われております。頑張って走りたいと思います。